イケてる鳥を横取りしたルカはその代償としてガイにお使いを頼まれる。今度の標的はエビだが、この戦いが世界の命運を握る大いなる意味を持つとは誰が予測しただろうか。はあ、まさかエビのために世界中まで来ることになるなんてよ。僕も考えもしなかったよ。ガイの言ってたある場所が世界樹だったなんて。でもとにかく行こう。ガイにエビを届けるために。まためんどくせえことになんなきゃいいけどな。勇気を持ってやらなきゃ。俺の邪魔はすんじゃねえぞ。世界中の森にいるエビって食えんのか、つか食っていいもんなのか。わかんない。ほっしゃーくさっほっしゃーけんさダメだよね。はい、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 はい
ぼーっとすんな。私の名はデューク。人間に絶望せし、世界中の人間に使われていくことも忘れる人間。人たちの欲望を満たすことしか考えられぬ人間。人間はあまりにも愚かさ。知らねえよ。私は人間に絶望した。人間は人間だ。お前たちの答えが私と違うというのだ。何言ってるの？僕は蛇が欲しいだけだ。カエルくん、カエルくん、ウィンドル、カエルくん。人間が信じるに足る存在かどうか、私が示してみる。カエルくん、どこいんだよ。人間は元来邪魔しないで。エビとカエルだから。終わりだ。舞い踊れ。やー、天を滑る覇者の証、魔王灼熱人。何だと？これが人間の光なのか。なんだ、あの小難しいことのやつ。それはどこ？やっぱり僕じゃ無理なのかな。あ、てめえふざけてんのか。いた、エビがいたよ。うわ、マジでエビじゃねえか。しかもでけえ。パーティー用じゃねえ。とにかくよかった、ガイに渡すエビが手に入って。そうか、エビもそれを育む自然も今この世界に芽吹き
必死に生きている。人間への絶望感だけを先行させ、その感情だけで世界を滅ぼしては、エビや自然があまりに報われない。お前たちはそう言いたかったのだな。え、何？私ももう一度信じてみよう、この世界とエビを。言っちゃった。よくわかんねえけどいいんじゃね。納得してたみてえだし。そうだね、満足そうな顔してたね。しかしようやく終わったな、この意味わかんねえ旅。ごめんね、僕のせいで付き合わせちゃって。バーカ、最初から何も成長してねえな、お前は。別にいいって言ってんだろ。ありがとう、バーダ。ところでよ、これからどうすりゃいいんだ。まずはエビをガイに届けて、イケてる鳥をリッドに届けて、オムレツをカイウスたちに。あー、やっぱめんどくせー。